日本を深く知るための近道、それは日本人の心、お茶を理解すること。しかし、お茶をどこで飲むのが流儀なのか。ああ、へそでお茶を飲めばいいのか。へそ、つまり町の中心点を巡る旅。今夜は中野区をピックアップ。中野区の中心点、へそはどこなのだろうか。レクサスプレゼンツ The Amazing Program。 中野区、ここには原点にまつわる場所が多い。今回は中心点へその最寄り駅中野から、中野区の中心点を目指しながら原点にまつわる場所を紹介しよう。原点その1、味噌。徳川家康の指示により作られたのが江戸甘味噌。こちらはこの味噌を128年間作り続けている老舗である。原点その2、ゴルゴ13。発行部数2億冊以上の漫画ゴルゴ13が生まれた場所。ここには世界で唯一の等身大フィギュアがある。原点その3、童謡焚き火。中野区は童謡焚き火が生まれた町。歌詞にある垣根の曲がり角はここがモデルとなっている。そしてついに中野区の中心点へそを発見。それはなんと民家の敷地内だった。見過ごしがちな町のアメイジング。しかし、それらに目を向けることで、あなたが住んでいる町も新鮮に感じることができる。中野区のへそで飲むお茶は実に美味しい。